平野紫仕様、金髪単髪スタイルで20万人を魅了。インスタライブ大成功の裏に潜む、髪の色の物語。イベントの舞台裏、ナンバー、愛のメンバーで、飛べに所属する平野紫仕様、26、が、先日の16日夜に開催されたインスタライブで一時的に20万人以上の同時視聴者を魅了しました。予告された午後7時の開始から2分間の、フライング、スタートが話題となり、 金髪短髪の新しいルックスに視聴者たちは歓声を上げました。金髪の誕生、平野の髪に隠されたストーリー、インスタライブが始まると、視聴者たちは驚きの声を上げました。待って、金髪エグスにん金髪コーキーといったコメントが殺到しました。平野自身は気分で染めちゃいましたとコメント。この発言に、メンバーの神宮寺雄太がツッコミを入れ、 テンションが良かったから金髪にしたと平野の髪の色の由来を伺わせました。平野は最初はもうちょい白っぽかった。銀と金の狭間みたいな。銀髪にして落ちてきた途中の色が好きなのと理想の髪色に込めた思いを打ち明けました。この一言から金髪が生まれるまでの奇跡が浮かび上がります。ファッションと個性、平野の新たな一面、金髪短髪の新しいスタイルには、 平野の個性がより鮮明に現れています。インスタライブの中で、神宮寺雄太がコメントで冗談交じりに、レオナルド、リカプリオみたい、レオ様、と声をかけられると、平野は変わらぬ、天然無理で、レオ様ってそういうことと疑問を投げかけ、リカ様の方がわかりやすくねとファンを笑顔にさせました。このやりとりからは、平野の明るく自然体な性格が覗きえ隠れしています。彼の新しい外見は、 ファッションだけでなく、そのキャラクターを引き立てていることが伺えます。ファンの熱狂、20万人同時視聴の興奮、金髪タン髪の登場により、インスタライブは一気に盛り上がりを見せました。視聴者のコメント欄は歓声と共に溢れ帰り、レオ様、といったファンからの声が特に目立ちました。これにより、平野の新たなスタイルに対するファンの期待と興奮が如実に現れました。 視聴者数が一時的に20万人近くに達した瞬間、その規模の大きさが数字として示されましたが、それだけでなく、ファンたちの熱狂がどれほど強烈であったかも伺えます。平野の魅力がファン層を広げ、さらなる注目を浴びることは間違いありません。異例の、フライング、スタート、意図的な演出かインスタライブのスタートの予告よりも2分早かったという、フライングなで、歌は、 一部の視聴者を驚かせました。これはキラの仕様ならではの工夫なのか、それとも何か特別な意図があったのか、気になるポイントと言えるでしょう。彼の個性的な行動は以前から注目を集めており、このフライングスタートもその一環と言えるかもしれません。彼のファンにとっては予測不可能な一面が増すます、愛おしさを増していることでしょう。ファンとのコミュニケーション、コメントへの応答が魅力の秘訣。 インスタライブ中、平野はファンから寄せられるコメントに積極的に答え、そのやりとりがイベントをより一層アットホームで楽しいものにしていました。金髪や短髪に関する質問には率直かつユニークな回答を返し、ファンとの距離を一気に縮めました。このコミュニケーションの取り方が、平野がファンとの絆を大切にし、彼らとの交流を大いに楽しんでいることを感じさせます。ファンとのコミュニケーションが、 アーティストとしての魅力をより一層引き立てていると言えるでしょう。髪の色の選択、芸術的な表現として、平野が金髪に染めるきっかけや理由についてのコメントからは、髪の色が彼にとって特別な意味を持っていることが伺えます。彼の髪の色が最初は白っぽく、途中で金髪に変わる様子は、まさに芸術的な表現と言えるでしょう。アーティストとしての表現手段として髪の色を活かすことは、 彼の個性的なアプローチの一環と見なすことができます。髪の色が変わることで、平野が自身のアートを表現する新たな方法が見つかったのかもしれません。平野仕様の新たな一面とファンとの絆、平野仕様のインスタライブでの金髪、単髪スタイルは、単なる外見の変化だけでなく、彼の個性やファンとの絆をより深く感じさせるものでした。彼のファッションや髪型だけでなく、 インタラクティブなコミュニケーションスタイルも彼がファンとのつながりを大切にし、楽しんでいることを象徴しています。金髪や短髪のスタイルがどれほど注目を浴びているかは数字からもわかりますが、それ以上に彼の新しい一面がファンにどれほど愛されているかが伝わってきます。これからも彼の新たな冒険や表現方法に期待が膨らみますが、それは同時に彼とファンとの特別な絆がこれからも深まっていくことを示唆しています。